生産するっていうことはそれに伴う技術が必要だ。でも生産できないっていうもの の中には価値があって、その作り方に対する姿勢がその人にすごく敬意を表されたり喜ばれたりしている。その花ということとリアドというところはつながっているし、その花木蓮という花と存在とそのポーセリンの白っていうものがすごく自分の中で組み合わせた。まあ全ての人があまり期待しなかった光の芸術が出来上がったと思います。だから少しこう静かになって、わーのような感じ。わー